こそこそこそりんこ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は最近ツイッターで話題になっているジャガーアリゴを作っていきます。なんだろうなと思って私も調べたら、リュウジアットマーク料理のお兄さんという方がいらっしゃいまして、で恐ろしく簡単に今流行りのフランスの伸びるチーズマッシュポテトアリゴをジャガリコで作ることに成功しましたって言って、なんかレシピがジャガリコ1個とあと塩と裂けるチーズ、そして熱湯 150cc 入れてなんかカップ麺みたいにこうかき混ぜるみたいです。で私はちょっと多めに買いました。じゃがりこ2つ、あと裂けるチーズも2つ。普通に作っても多分今更感が出てしまうんだろうなと思ったんで、サンドイッチ形式で超熟と、あとこのシャウエッセンですね、みんな大好きシャウエッセン、これで美味しいサンドイッチを作ってまいります。でママ吉ぶっちゃけどう、これ写真も出てんだけど、すごい全然抵抗ない、あいけそうだなって感じ、いけそうだそうです。じゃあちょっと作っていきます。レッツクッキング。150cc か、そっか、すごいジョボジョボいってますね。こうやって開けて、いや、これで、はい、開きました。でそこに 150cc か、結構入るね。これを裂きます。これを裂くんだ、結構細かく裂くんだ。え、これすごい細かいぞ、これなんか意外と手間かかりそうだな。うわーって入れちゃおう。うわーってか、はい、これちょっと、はい、やばいぞ、うちやけどすんなよ、やけどすんなよ、絶対するなよ、ダメじゃんこれ。150、150、これを蓋閉じます。でこれで数分待ちます。その間にさ、パンやっちゃおっか、うん、パン今からサクサクに、うん、で、これもなんかどうしたらいいかな、これはどうしたらいい、わかんない。今からソーセージを焼いていきます。お願いします、ポーク先生、お願いします。このぐらいいいんじゃない、うん、これスライスして乗せる感じ、なんか切り目入れた方がいいかもね。本当どうですか、このなんかなんで笑ってんのかな。あ、今ポーク先生が切れ目を入れております。これ入れるコツは何かありますか。ありません。これ映さない方がいいかもしれないんだ。え、これさ、なんかいい感じになってんだけど、ママやば、あ、柔らかい、なんかね、こうなってんの、なんかね、マッシュポテトみたいな、なんか上手に描きます。はい、分かってるよ、ママ分かってないから教えて。いや、マザコンだよ、うちは言ってもそんな、吸収しますよ、言われたことは何でもイエスマンになります、ママに対しては。あ、すごっ、なんかね、やばやばやば、声ガラガラがちょっと変だけど、ええ、見て、ママちょっと持ってみて、ちょっと持ってみて、あ、じゃあ、はいはい、すごい、なんかさ、重くない、なんかちゃんとぎっしり入ってる感が、え、これ2つもいらなかったような気がする。あれ、なんかさ、今ピーピー鳴ったよね。あ、ソーセージ、ソーセージ大好き人間ですからね、私は。うん、おお、あ、いいんじゃない、ちょうどいいんじゃない。トースト待ってる間に味見、うーん、よし、熱っ、熱っ、熱っ、やばいやばい、熱っ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 、ね、芋口にかき混ぜてもらってもいい。え、お願いしてるじゃん。え、
お願いしますわ。お願いします。仕方ないな。何これ。仕方ないな。はい、じゃあこちらで久々の芋吉さんの出演ですよ。これでかき混ぜちゃってください。こうやってガーって潰しながらなんか混ぜるみたい。後で一緒に食べない？うん。こっちはもう出来上がってるやつですけど、こっちはもっと熱いお湯でチーズをトロトロにしよう大作戦。結局こういうことになるってことですね。こういうところにこうやる。かわいいね、チョコ。あれ、おいで、おいで。なにこれ。おー、早くかき混ぜた方がいいと思う。ドーピング。あっちあっつあマジあっつ。ほんとやばい。じゃあなんでさ、ここさちってここさちもう人間信じたくないよ。え、めっちゃ伸びてる。ちょっとビヨーンってできる。おお、すごっ。やばすごい、すごいね。いいじゃんこれね、めっちゃ美味しそう。え、これどういう感じになればいい？ウィンナーをどうしたらいい？これウィンナーうんで、乗せて1本だけ真ん中に置く。こうえ、なんで笑ってんの？それでいいんじゃない？なんで笑ってんの？なんか汚いなと思って。なんか芋吉さん、うちと違う作り方してんだけど、うん、なんで？こっちの方が挟んで食べやすいかなって。言ったよ最初から挟む、まあ、出ちゃうよそれ。え、出ないよ。あ、じゃあロール、ママロールしちゃって。いい。え、これうちの勝ちじゃない？いや、うちの勝ちじゃない。うちの勝ちだから。うちの勝ちだよ。うん、そうだよね。いいね。うん、やっぱね、あのマザコンであった方がいいよ。こうやってね、ママに頼れるから、素直に。これだった。え、美味しそう。美味しそうだね。確かに。さあ、いいんでないのこれ。うん、いいねこれ。やば、めっちゃいい。え、すごくないこれ。綺麗にできたね。やっぱね、青吉一人に合わせるとダメだな。やっぱマザコンで生まれてよかったな。これいいね、なんかこのね、これいい。フォトジェニック、フォトジェニック。アルミホイル食べちゃダメよ。はい、分かった。ママ、いただきます。おー、美味しそう。うん、あのこれまずいわけがないね。うん、めっちゃ美味しいです。どうでしょう。いただきます。美味しくない？うん、めっちゃ美味しくない？うん、すごいちょうどいいの。へえ、めっちゃ美味しい。うん、え、めっちゃ食べてんじゃん。うん、いただきます。ちょっとうちもう声枯れてんだから大声出させないで。でも止まらないんだけど。ママ食べたいんだけど。あ、すいません。もう一回。さっきママあげるとか言ってて、もうほとんど全部食べてる。まあね、いや美味しいんだもん。ソーセージ食べますよ。うん。なんかね、これね、うん、ポテトサラダだけじゃなくて、うん、マッシュポテトのあれあるじゃん。うん、そう普通にじゃがりこ食べるより美味しい。ほんと不思議ね。え、みんな食べない誰も。うん、安心してるもんね、これ。うん、うん、あと一口は青木が食べます。じゃあいただきます。あ、やばい。いただき、あー、触って。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。
Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱は画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。そして2人の Twitter も画面に貼っておきますので、あ、画面じゃない、画面の下に貼っておきますので、そちらも登録してね。してね。また次の動画でお会いしましょう。うちのチャンネルだからふざけんなよ。そうだよ、そうだよ、ママとは今基地なんだよ。そう、広告収入、センキュー、うんうん、はい。何 TV、 何 TV、 今基地ママ TV、 たまこの TV